小野勝則8月26日隊は、日本の政治家。埼玉県桶川市長、元埼玉県議会議員、元桶川市議会議員、日本会議地方議員連盟生会員、埼玉県桶川市出身、桶川市内の小中学校を経て、東海大学浦安高等学校、東海大学工学部建築学科卒業、20代で警備会社を立ち上げた。 1999年11月、桶川市議会議員に初当選。2003年、再選。2007年4月、埼玉県議会議員に初当選。同年5月、中屋敷慎一、船橋和弘、鈴木正虎と共に、会派、無所属刷新の会を立ち上げ、同会派の幹事長に就任する。2011年、再選。2013年1月、 桶川市長の岩崎正夫から後継出馬を打診され、桶川市長選挙に無所属で立候補することを表明。同年2月26日、埼玉県議会議員を辞職。同年4月14日に行われた桶川市長に立候補し、元市議の北村文子を破り初当選。2017年、無投票で再選。2018年5月30日に、 脳内出血で入院。左手足に麻痺が残るも10月1日に公務に復帰した。2021年4月、無投票で参戦。ありがとうございます。